こんにちは、カオルンです。本日はギターコード徹底解説動画やっていきたいと思います。イエイ。今回ねやっていく曲はね、ワッチさんの恋だろという曲になります。この曲はですね、以前ね6月の末頃までねやっておりました、やんごとなき一族というねドラマがあるんですけれども、そこのね挿入歌にもなっておりまして、そこでね演じられた松下洸平さんとねワッチさんがねコラボしてね歌ったりなんかしてもね話題の曲でございます。今回もですね、初心者の方がねつまずきやすいところとか、ちょっとね疑問に思いやすいところなんかをね徹底解説していきたいと思います。それではね、まずはイントロのフルから見ていきましょう。はい、ということでイントロのね解説をしていきたいと思います。まずねコードを一緒に見ていきましょう。結構ね皆さんが見たことのあるものが多いかと思います。 F コード、 E、A マイナー、あとは G、C、そしてね D マイナーなんかがあったりします。一個ね気をつけるとしたらね、 F コードですね。こちらのコードはですね正波コードって呼ばれていて、いわゆるね人差し指をね弦全体をね触って弾いていくコードになります。まずね F コードを弾くときはですね、人差し指から押さえていくようにしましょう。これはですねストロークを弾くときっていうのは上から下にね下ろすのが基本になります。その時にねまずね弾くね弦っていうのが一番上にあるね6弦になります。この6弦をね押さえているのがこの人差し指になるので、ちょっとね正波コードでね難しいと思うんですが、人差し指からね押さえていくように頑張ってみてください。あとねストロークなんですけれども、基本的にはね上から下にね下ろすだけのものになります。例えば一番上のね F、E、A マイナー、ここをねやってみたいと思います。ただね鳴らす時間が少し違くて、 F と E はねこう弾いてからね鳴らしてる時間がね短いんですけれども、 A マイナーはね結構長めになります。ちょっとね 1,2,3,4 とね数えながらね弾いてみるので、皆さんね参考にしてみてください。 1,2,3,4 F と E はね 1,2,3,4 の中でね2回弾く感じで、 A マイナーはね 1,2,3,4 の中でね1回だけ弾く感じになります。頭の中で数えながらやってみてください。次にね出てくるね F、G、C、ここもですね全く同じで、 1,2,3,4 の間にね F と G をね切り替えて、もう一回ね 1,2,3,4 を数えるときに C をね鳴らして待つといった感じになります。そしてね次に出てくる F、E、A マイナー、C、 この時はですね 1,2,3,4 とね数えるのをね2回繰り返す間に4つのねコードを鳴らします。 1,2,3,4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  そしてね最後の D マイナーと G、 ここはですねわりかしね長めに弾いていきます。1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 で A メロの C コードに入っていきます。皆さんねギターを練習するときはなるべくね左のコード進行と右手のねストロークはね分けて練習をするようにしてみてください。左手のコード進行をね練習するときはね右手のストロークはねこのね若干これだけでいいですので、左手をねとにかく素早く練習するように切り替えてみてください。例えばね、イントロでやってみると、こんな感じで練習してみてください。逆にね、右手のね、ストロークを練習するときはね、左手はね、最初に出てくる F コード、これでね、固定でいいですから、とにかくね、ストロークの練習をするようにしてみてください。
こんな感じで練習してみてください。さあ次は A メロの解説をしていきたいと思います。まずねフルから一緒に見ていきましょう。A メロの解説をしていきたいと思います。まずねコード進行を見ていきましょう。コード進行はね主にね2つにね分けることができます。そのね分けるところが身の程知らずはね笑われちゃうから、ここまでがね1つ目としてね捉えまして、その後のね2つ目なのに君のその笑顔にのところとね分けていきましょう。 C G A マイナー C F C D マイナー、ここまではね全く同じになります。でねこの D マイナーの後ですね、一つ目の方はですね D マイナーの後が F マイナー G、 これになります。そしてね二つ目の方のね D マイナーが終わった後は G そして C、 これになります。でねストロークの方も2種類にね分けることができます。一つ目のストロークですね。こちらはね、この A メロのね、メインのストロークになります。最初にね、出てくる C コードだけでね、やってみると。これになります。ゆっくりね、解説をしていきますと、鳴らすすかすすかすすかす鳴らすすかす鳴らす鳴らすになります。このストロークがですね先ほど紹介しましたコード進行がね2つに分けられますよっていうところのお互いのね共通したね D マイナーですね。こちら最後の D マイナー、ここまでがね1つ目のストロークになります。こんな感じになります。そしてね、二つ目のストロークですね。こちらがですね、先ほどね、コード進行二つに分けられてね、最後違いますよっていうところのね、部分をですね、弾いていくことになります。F マイナーでやってみると、こんな感じになります。ゆっくり解説していくと、鳴らすすかす鳴らす鳴らすになります。ここのストロークはですねわりかし短くてですね F マイナー G のねこの2つのコードをですね 1,2,3,4 の中でね弾くようにしてみてください。ちょっと前の D マイナーから行くと 1,2,3,4,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 1,2,3,4、 こんな感じになります。さあ次はね B メロの解説をねしていきたいと思います。まずねフルから一緒に見ていきましょう。さあ B メロの解説やっていきたいと思います。こちらもですね出てくるコード自体はねそんなに難しくないと思うので飛ばしていきます。大事なのがね、ストロークですね。こちらがね、B メロではね、3種類出てきます。一つ目と二つ目はね、そんなに違いはなくて、主にね、この上から下にね、鳴らすパターン。このね、鳴らすパターンがですね、2回やるのか、4回やるのかの違いになります。でね、この二つのストロークをね、駆使してですね、最後に出てくる C コードの1個手前の G コード、ここまではですね、この二つを使ってやっていきます。ちょっとね数えながらねやっていきますと 1,2,3,4,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 1,2,3,4、 こんな感じになります。
ずっとね、上から下にね、下ろしているのでね、ちょっとね、早めにね、弾いてるようなね、感覚があるかもしれないんですけれども、しっかりね、リズムをとって鳴らすようにしてみてください。次に3つ目のね、ストロークを弾くね、最後の C コードになります。これがですね、ちょっと特殊で、1、2、3って感じで、4つ目のね、ところのテンポでね、NC って言われるノンコードでね、弾かないようにね、このね、右手でね、ギターをね、押さえてミュートしてください。これね、なんでね、サビの前でね、ノンコードをやるかというと、一旦ね、こう、メインのね、サビに入る前にね、静かなね、時間を設けることによって、サビにね、入った時にガーンとね、聴いてる人がね、心をね、打たれるようなね、インパクトのあるね、弾き方をね、再現しているという感じでございます。さあ、次にね、メインのサビをね、やっていきたいと思います。まずね、フルから見ていきましょう。さあ、サビのね、解説をしていきたいと思います。こちらもですね、コード進行自体、出てくるコード自体はね、そんなに難しくないと思います。次にストロークですね。こちらがね、サビでは3種類ね、分けることができます。一つ目のね、ストロークがですね、サビでね、メインでね、使われるものになるんですけれども、このね、弾き方はですね、A メロのね、メインでもね、使われていたストロークと全くね、同じになりますのでね、ぜひね、チェックしてみてください。これになります。でね、二つ目がですね、ちょっとポイントになるんですけれども、関係ないのが恋だろうのところのね、後のね、乗り越えられるのところの前のミュートするところ、ノンコードになります。ここのストロークはですね、今弾いてたね、メインのストロークの1、2、3、4のね、テンポをね、数えながらね、ストロークしていきますが、4のところでね、弾かないでね、ミュートする感じになります。恋だろのね、ところのね、G コードからね、やってみましょう。1、2、3。こんな感じになります。一旦ね、こう、ノンコードでね、ミュートすることによってね、その後のね、乗り越えられるのが恋だろ、ここの部分をね、しっかりとしたね、メッセージ性でね、相手に伝えられるね、演奏になっています。さあ、三つ目のね、ストロークなんですけれども、ここもですね、先ほどイントロでね、出てきたね、内容とね、全く同じになります。最後の方にね、出てくる、ただ君が好きのところになります。このね、上から下ろすね、感じになります。はい。イントロ、A メロ、B メロ、サビとね、一連のところはね、解説をしてきたんですけれども、最後にね、それ以外のところでね、ちょっとここはポイントですよ、みたいなね、ところをね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。でね、その解説したい部分っていうところが、2番のね、終わった後の最後のね、サビに入る前のね、感想の部分になります。この感想で出てくるね、コード進行も他と同じで難しくはね、ないと思うんですが、ストロークですね、こちらがね、3種類ございます。一つ目のストロークがですね、FGAmのね、ところで弾くストロークになります。1、2、3、4とね、数えながらね、この FGAmをね、3つとも弾くんですけれども、1のところでね、F を弾いて、3、4のところでね、G と、Am、これをね、弾く感じになります。1、2、3、4。こうやってね、弾くことによって、音源とね、同じようなね、リズムで弾くことができます。このストロークはですね、この間奏の間にね、他にもね、3回出てきますので、ぜひね、チェックしてみてください。
二つ目はですね、真ん中の方に出てくる F、E マイナー、D マイナー、G になります。ここのコード進行はわりかしゆっくりで、1、2、3、4とね、数えてる間にね、一つのね、コードを鳴らすね、感じになります。ここのコード進行で使われるストロークは、A メロとかね、サビでね、メインとして使っていましたね、ストロークとね、全く同じものになります。さあ、そして最後3つ目のストロークパターンになります。これがですね、間奏の最後の方に出てくるコードですね。F マイナーと G。ここでね、弾くストロークになります。ここは結構テンポを長めにとって、1、2、3、4、5、6、7、8とね、数えてる間に F マイナーを弾く。そしてもう一回ね、8まで数えてる間に G を弾く。もう一回8までね、数えてる間に G を弾くのね、3回繰り返してください。このストロークパターンの一部がですね、この後の落ちサビとかラストサビでもね、出てくるので、ぜひね、皆さん習得してみてください。ということで、まとめいっていきましょう。はい、ということで今回はワッチさんの恋だろのね、ギターコード徹底解説やっていきました。皆さんいかがだったでしょうか。コード自体はね、そんな難しくないと思うんですけれども、その代わりね、曲全体でね、表現力強弱をつけるためにストロークのね、パターンがいろいろね、出てきました。ストロークのね、一つ一つはね、そんなに難しくないと思うんですが、例えばね、サビのところで出てきたね、ノンコード、いわゆるね、弾かないで少しね、休みますよなんてところはね、珍しい弾き方になりますのでね、ぜひね、練習して習得していってください。ということで、今回もカオルの動画ご視聴いただき、本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、役に立ったよ、面白かったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録者1000人をね、目指して頑張っておりますので、ぜひね、皆さん応援よろしくお願いいたします。ということで、次のね、カオルンの動画でまたね、お会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。